松野官房長官は山形県や新潟県など東北地方での記録的大雨による被害で午前9時30分時点で安否不明の人が2人いると明らかにしました松野氏はきのう官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置し被害状況の把握に全力で当たるとともに人命第一の方針のもと関係省庁が一体となって対応していると強調しました